フィファランキングは210位。ワールドカップ欧州予選、ユーロ予選で勝ったことはただの一度もない。それがサンマリノ代表の現状だ。サンマリノは人口3万3000人ほどの小さな国で、サッカー界でも結果は出せていない。しかし、サンマリノ代表を応援する X のアカウントには28万8千人のフォロワーがいる。人口の9倍近いフォロワーがいるとは驚きだ。 このアカウントは公式のものではなく、スペイン、アズ、によればアルゼンチンのエセキエルというジャーナリストが作ったものだという。その活動は2021年から始まり、3年ほどでフォロワーが今の数字に達したというわけだ。サンマリノに注目するとはかなりマニアックだが、エセキエル記者はサンマリノの初勝利を見たいとの一心から応援を続けているのだ。 私はサンマリノやジブラルタルのような小さな代表チームを長い間追いかけてきたんだ。サンマリノの場合は当時の段階で17年間、現在は20年、勝っていなかった非常に特殊なチームだった。2022年のセーシェル戦では勝利に近づいていたのだが少しばかり不運だった。今年はカリブ海のチームであるセント・クリストファー・ネイビスと引き分けたが、これも同じだ。 サンマリノは少しばかり不運だった。その戦いぶりは時にひどいもので、ゲームを見ていると眠ってしまうこともある。今月は親善試合でスロバキア代表に0、4、キプロス代表に1対4で敗れていて、また勝利はつかめなかった。しかし、ユーロ2024予選ではデンマーク相手に1対2と僅差の勝負を演じるなど、一歩ずつ夢の勝利へ近づいている感覚はある。 エセキエル記者もデンマークとのゲームには可能性を感じたと語る。FIFA ランキングでトップ20に入るようなチームから得点を奪うなんて信じられないことだよ。だってサンマリノは3年間ゴールを決められなかった時もあるんだから。9月から欧州ではネーションズリーグがある。サンマリノはジブラルタル、リヒテンシュタインと対戦する予定で、どちらも強豪ではない。 エセキエル記者も28万人を超えるほどフォロワーが増えるとは予想外だったようだが、それだけのフォロワーがサンマリノを応援しているのだ。彼らはサンマリノが勝つ瞬間を待ち続けている。